やタイガーラーメン研究所実食編も見てください。お願いします。それでは司会老夫ちゃんぽん仕上げていきまーす。へっ、アドで硬いラードでなかなか出てこないラードで野菜を炒めていきますよ。やばいやばいやばい、麺がやばい、うん、ラードがやっと出てきました。野菜を炒めていきます。じゃあ麺いく。昨晩作ったわしわし麺です。こちらでちゃんぽんを食したいと思います。はい、茹で時間6分。おい、はい、まず豚肉炒めます。はい、エビ、あさり、これをだれの時に使ったあさりを投入していきます。お野菜、やーやー、はい、ということで味付けしております。多めでお願いします。はい、麺、あ、いや、じゃ麺じゃない。しょうがない、無理。今から行く。もう、もう。はい。スープを入れまーす。これ入る？うん、そのぐらいです。塩だれ入れていきまーす。もう一杯です。麺揚げます。あ、いいねこれね。うん、OK だと思うわ。よし、こんな感じでしょうか。完成いたしました。出来上がりましたので食べてみたいと思います。でしょー。まずスープから食べます。食べますね、飲みますだな。お、ちゃんぽん、あー、ちゃんぽん、ちょっと麺食べてみます。わしわし麺風麺。うん、わしわしなってるわ。おいしい、おいしい、おいしい、あら、ちくわ、あら、78点ぐらいかな。78点ぐらい。この間のやつがありますがね、津軽にも知らない、はい、マイナス2点っていうのはこの麺がちょっと主張しているから、
多分この麺が好きな人はいいと思う。これでも麺が好きな人はね。でもバランスを考えたらこの麺が俺わしわしっすみたいなのはいらないかもしれない。はい。美味しいですよ。でも美味しいです。こんなちゃんぽんあってもいいじゃないみたいな感じです。お醤油でみよう。良さそうな気がするぞ。あ、いいですね。いい、おいしい。うん、うん、ラルトシ、ぜひこのこれちょっと食べてみてください。ラルトシも実食してください。お願いします。おいしいんですよ。美味しいのよ。この、なんだろう。丸鶏が、いい感じで効いてますよね。はい。では、スープから、いただきまーす。お願いします。うま。うわ、動物系もしっかり、うまいね。動物系もしっかり、なんだろう。感じる。めっちゃ感じるね。は。うん。美味しい。わしわし、ちょっと、わしわし。わしわし麺いきまーす。わしわし。わしわしっす。おっ。うん。うん。おいしい。おいしい、おいしい。おいしいでしょ？めっちゃうまい。これ好きな人は好きなんだよね。うん、好きな人は好きかも。うん、好きな人は好きなのよ。うん、おいしい。おいしいよね。ごちそうしたー。ごちそうさまでございました。いやうまくできました。よかった。丸鶏のコクもあり、魚介の美味しさもあり、塩だれもバチッとハマって美味しかったです。うまくいきました。わしわし麺も美味しかったです。初めて作ったんですけどうまくできました。なんか嬉しい一日でした。やったー。だんだんゆっくりが楽しくなってきましたね。楽しくなってきました。よかった。ワクワクしてる。ワクワクしますね。そして次回は、山形県日本酒田醤油ラーメンのけんちゃんラーメンを本を見ながら雰囲気で作ってみたいと思います。どんなラーメンですか？今回は動物系のスープと魚介系のスープを別々に炊いて、魚介系のスープを足しながら香味油もそこで作っちゃおうというところですね。初めての経験でなんかちょっと楽しみだったね。そうで、そうらしいです。いやー楽しみっすね。頑張ります。よろしくお願いいたしまーす。煮干し。あ、わしわしちゃんぽん美味しかったな。次も頑張るぞー。